窓、岡本かの子。女は窓に向いて立っていた。目白ぎさえしない。頬には涙の跡。ねえ、思い返してくれませんか、もう一度。ねえ。男は荷造りの手をまた止めた。女は後ろを向かなかった。女の帯の結び目を見上げていた男の目から大粒の涙が滴った。かすかなすすり泣き。女はまだ後ろを向かなかった。女の涙の後へまた新しい涙の雫が重なった。男は立っていって女のそばへ寄った。この10日ほどの悩みでげっそり痩せた女の頬。男の顎もまた無残に尖ってしまったのを女は見た。窓の外の木々の若葉が二人の顔や体に真っ青に反映した。ダメ？ええ。男のたくましい手が女の肩に柔らかく触った。女は険しい目をした。幾度言ったって同じですわ。女は険しい目をすぐにつむった。そして男から少し顔を背けた。新しい涙がまた。はあ。男はまた力なく荷造りを始めた。キミちゃん。男は女の名を呼んだ。不用意に女は後ろを向いた。氷の前へしゃがんだまま、男は人抱えの書物を女に示した。もうこれを入れれば、すっかり荷造りができるんです。けどもう一度。女は男の抱えている書物を見つめた。女は体ごと男の方を向いてしまった。男は書物を床の上に置いて立ち上がった。そしてそばの椅子に腰掛けた。今一つの椅子へ女を呼んだ。女は黙ってそれに掛けた。ピアノや大きな書架や古びたデスクや壺が男と女の周りにあった。足元には男の作った三つの氷と最後に手掛けていた蓋の仕掛けた氷が一つ。男は女の赤いスリッパのつま先を見ながら言った。僕はどうしたってダメなんです。こうやって荷造りなんかしたっても、あなたに離れていくことなんかとてもできない。ねえ、もう一度思い返してくれない？そして兄さんに僕を置いてくださるようにって頼んでくれない？思い返すも返さないも、もういくら考え抜いて、こうなったんだか、わかりゃしないのに。女の言葉は末が独白になった。そりゃあそうだけど、そりゃあそうに違いないけれど。男は唇を震わせながら女の顔を見た。女の唇も震えている。それに、いくら考えたって兄さんに言われたより、本当のことはないでしょう。私たちには。二人で死ぬか、別れるか、どちらか一つを取れ、と女の兄はいつもの穏やかな顔に凛々しい色を見せて、きっぱり言った。男と女の恋が、女の兄に許されて、男が女の家に来て住んでから三年になる。男は多感なだけに多情だった。男の稀な美貌と才能に多くの女が慕い寄った。女を深く愛しながら男は
外の女をも退けかねた。男が二人目の他の女を隠し持ったのが知れたとき、女は発狂してしまった。女の体と心が無残に苦しみ抜いた。三度目に男が他の女と交換していた手紙の束を女に見出されたのは、女の発狂が治って一年ばかり後のつい先頃だった。女の悲しみや怒りが男と女の間を最後の場面に追い込めた。これは男にとっても女にとっても大問題であった。この大きな問題に面接した驚きのために、男が他の女に向けていた男の一部分の感情は打ちひしがれて、男はただこの女をばかりを真正面に見つめてしまった。女の怒りや悲しみの中にいろいろ複雑な感情が混じった。別離、執着、混迷、当惑。兄は男を恨みはしなかった。しかし多情な性質を見極めた。一緒に死ぬか、別れるか。多情な男と住むことは、女の一生の苦しみであり、一人に愛を強要する女のためにも、男は悩み通さねばならないと、兄は助言した。ところで二人は一緒に死ねなかった。死ぬほどの熱情を男も女も失っていた。ただ、死にたいとは焦りに焦った。夜も眠らず、昼も食べずに、しかし、あだ名努力であった。別れる日が来た。女は離心に耐えられなかった。この辛さもみんな男の多情からだと、一切の後の怒りが、また女によみがえった。男はまた何が何でも元通り女と一緒に住んでいきたいと願った。が、別れるのがやっぱり二人の運命だった。いよいよ別れる時が来た。男の荷造りもすっかり終わった。二人はいきなり抱き合った。泣きに泣いた。泣き言った。怒りも絶望も哀愁も、自愁も、一つに込めて。やがて二人は泣き疲れた。二人は黙って離れ離れに椅子へ寄った。開け放された窓が二人の目の前にあった。二人はほとんど同時にため息をした。疲れた空洞のような目が等しく窓へ向けられた。窓。窓。二人は二人の初めからこの窓についての多くの思い出を持っている。男の頭に今ひらめいたその一つ。真っ赤な夕焼け空にパラパラといくつもの鳥が真っ黒に飛んでいた。それを男はじっとこの窓から見ていた。寒い木枯らしがさっと吹き込んでも、男は窓を閉めなかった。男はペンキの少し焦げたこの窓がまちへ肘をついて立っていた。その頃はまだ二人の恋は女の兄に知られなかった。男は女の客として女の部屋に通されていた。女はなかなか二階へ上がってこなかった。女の兄の画室でごとごとと音がしていた。兄の画室でも洗っているかな。フグで妻も持てない兄に辞して婚期をも遅らした女を男は哀れに思った。画仙国から随分待たされた。
男はイライラしていた。一つの鳥が群れを離れてあちらの森へ飛んでいく。それを寂しく男は眺めた。自分の恋が女の兄に入れられようか。男はだんだん寂しくなった。どこか遠くでかすかな長い汽笛の音。男は旅を思った。女を連れてどこかの果て遠く旅立ってしまおうか。女はある真夏の夜半のことを思っていた。突然にけたたましい半鐘の音。男がまず起きて窓を開けた。火事、火事です。Xの森だ。男が半開きにしたすりガラスの窓には火炎の半影が薄赤く染まっている。女は寝乱れた髪もそのまま男と並んで半身を窓から出した。Xの森は窓から山頂ばかり離れた右手の方にあった。ずんずん開けていく大都市の外れに一角。ここばかりはそのままに保存されているある旧大名屋敷の後庭となっていたところ。太古のような老樹の森林。その X の森の中に一棟。森の老樹と同じような古色を帯びて立っている小さな茶室。今は茶室として使われていない。ただ取り残された昔の形見として、中は朽ちている軒が、かすかに時間を通して外から気味悪く伺われていた。それが焼けるのだと窓の下をわめいて、行き違う人の声で知った。パシュッパシュッ、パチパチ、ポン、ポポン、ドシーン。火星が凄まじい音を立てて募っていった。夜になっても明かり一つ灯された試しのないところから、どうしてあの凄まじい火が出たか。開花。とっさの間に女の頭をかすめていった恐怖が女を激しく戦慄させた。大丈夫。川からこっちへ来るもんですか。男は女をなだめた。女はうなずいた。水を深くたたえた広い川が森をめぐって流れていた。一旦盛り上がった火の粉が皆素直に川へ落ちていった。風が少しもないからであった。女はだんだん落ち着いていった。そして火事場と周囲の対象を静かに見比べることができるようになった。空には月があった。しかし真珠のように小さくて薄かった。かすかな瑠璃色がようやく空一面と空間のある部分にまで行き当たり、下界にまでは光が届かなかった。森は嫌が上にも黒かった。翼のように、下のように、逆に串削る女頭のように、火は炎になり、炎は幾上の筋を寄って、もうもうとした黒煙に混じり、森から前後左右に吐き出された。が空はやはり澄んでいた。そのほのかな瑠璃色の落書きがかえって下界のひとところの真っ黒な森の脅威を気味悪く見せる。やがて火はよほどに静まった。そこに集まる人々の提灯の火が目立つほど、森の中心の火は衰えた。と、どうした火のつまずきか、けたたましい一つの爆音とともに、一段の煙が空をめがけて飛び上がり、そしてたちまちに無散した。その拍子に一丁の金冠刺しのような、鋭い火線が爆竹色に無散して月の面をかすめる煙の中に鋭くひらめいた。ああ、
女は叫んで窓を閉めた。途端に女の体がマリのように踊って、右手が男の頬をハッシと打った。異様な火のひらめきに刺激され、その夜の就寝前、女の激しい途上が発作的によみがえったのである。男の目は光った。そしてぎくりと立って女に向かった。女も自分の凶暴に自分で驚いた。そして呆然と自失してしばらく男に向き立っていた。だがほとばしるおえつとともに男の胸に顔を埋めた女。男に射する女の心。男を恨む女の心。女はいつまでもそのままおえつを続けた。やがて窓にはしらじらと暁の明かりがさしてきた。火事場の騒ぎはしんと静まって、どこかでほがらかな鳥の声が聞こえた。表の門扉の鈴がけたたましくなって、男を乗せて去る車が来た。絶望のため息とともに、二人は同時に椅子を立った。とどちらからともなく、つと寄った。圧搾された最後の力で、二人は強く抱き合った。去ってゆく男の車上の後ろ姿が二三丁離れた道角の大欅の下に見えた。新しい麦わら帽が欅の新緑を漏れる日にチカチカと光った。それもまた見えなくなった。窓に寄った女の目の前には、不遇な兄を助けて、これからまた自分のたどるべき、果てしもない灰色の道が、長く浮かんで見えた。